毎日ポジティブ。はい、ポジティブ19年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。さあ今日の話なんですけども、今日はですね、未熟だからこそ人間であるというですね、お話をしたいと思います。結論から言うと、人間はどうなったとしても未熟なんですよ。これを理解した上でどうしていくかということですね。はい、人間ね、完璧な人間なんていないですよ。それはね、今この世の中に全員の人間を集めて、じゃあこの中で完璧な人いますかって言った時にね、僕完璧ですってね、手を挙げられる人ほとんどいない。むしろ手を挙げた人だって未熟なんですよ。そういうふうにね思うと、自分ができなかったこと、苦しい思いで、やろうとしてもなかなか一歩前に前進できない人、人と比べてしまう人、みんなね未熟で、それが人間なんです。まあ、そこをですね、根底に持つというのはすごく僕は大切なのかなと思ってます。もちろん僕だってまだまだ未熟だし、でもすごく大切なのは、その未熟な自分を受け入れた上で、じゃあどうしていくか、その未熟なものを少しでも知識をつけたり、少しでも経験値を上げたり、少しでも人に優しくできたりするのか、俺はもう未熟だから別に何もしなくてもいいやと、何にもしないのか、これは大きな差がありますよね。未熟な中にも受け入れた上でどう行動するかを考える人と、それを未熟を受け入れて何もしない人、ここにも多くの差ができてくると僕は思ってます。やっぱりね、人間は未熟なんです、僕も含めてね。だからこそ、その未熟なものを少しでもね、解消できるような、少しでも未熟な自分が知識をつけたり、人に優しくしたり、少しでも何か新しい経験をしたり、多くの人の気持ちに寄り添えるような、そういう活動をしたり、そうやって人というのをですね、磨かれていく、未熟なりにも少しずつ磨くことによって、人として人間力というのが僕は上がっていくと思います。僕もですね、本当に未熟なんです。12月ね、本当に忙しくて、で1月になって、今までねやれてなかったルーティーンを復活させようと思ってもね、なかなか復活できない自分もいます。21個もね、今ルーティーンを作ってしまったからこそ、なかなかそれをでもまた復活させるっていうのはね、いろいろ億劫になって、全部できないとなんか21個中20個できても、あと1個できないことにね、すごく自分を責めてしまったりします。でもね、それも未熟だからこそ起きてしまうことです。それも人間なんです。それでもいいんです。でも明日からは21個中11個やってみよう、12個やってみよう、いや1個でもいいからやってみよう。僕が必ずやってるのは、募金とトイレ掃除とゴミ拾いとこの YouTube ですね。この4つはもう確実にやっているので、4個できてるだけでもね、十分だと思う気持ちと、でもあと17個できてない自分を責めてしまう自分もいる。でも明日はじゃあもう1個やってみよう、もう一回やってみよう。そうやってルーティンをもう一回ね、21個を復活させていきたいなと、そういうふうに思ってます。未熟なのは全然いいんです。それが人間なんです。その未熟なのを受け入れた上でどうしていくか、これがすごく大切なんじゃないかなと思って、今日はこんな話をさせていただきました。ということで、以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。